なっちゃう。おい、かぶるんじゃねえよ。はい、エルカチャンネルのショーでーす。ゆとです。どこですか、ここ。ローソンにやってきてます。何故に。今回の動画なんですけど、うん、一番くじ。うん、一番くじ、うん。あるじゃないですか。あるね。ソードアートオンラインの一番くじがですね、うんうんうん、あるということで、うん、1ヶ月遅れでダメ元でローソンにやってきました。1ヶ月前か。はい。それも時間も時間でですね、今時間が9時40分ぐらい、うん、本当はですね近くのショッピングモールに行こうと思ったんですけど、もう10時までなので多分、うん、ギリギリアウトかなと思いまして、ローソンにやってきました、うん、ということで中、うん、行ってみたいと思います。さあ見てみましょう。一つずつお願いします。2枚セットの1枚目がこの3人ですね。アスナ、シノン、誰だ？シリカです。シリカですね。ひでえ。ひどいよ。いや、ここからだって光で反射してわかんないんだ。ああ、なるほど。で、裏に2枚目のやつがあります。はい。ユウキ、ヒルベット。ヒズベットじゃん。ヒズベットか。ヒズベットって誰や。で、誰だ？リーファですね。リーファですね。こいつ本気で SAO ファンって言えるのか。いや、そこはカットね。やだ。エルカチャンネル。もう一枚クリアファイル。これは一押しですよ。はい。まず二枚目の一枚目、勇気ですね。勇気ね。はいはい。そして二枚目がなんとアースだー。ああ、なるほどなるほど。いいね。下のアングルからこう撮っていこう。そう、角度つけて、ね。この角度からこう舐め回すように撮っていこう。ダメ、やめて。もう撮っちゃったよ。と、残り3個。はい。ラバーストラップですね。裏でキャラクターが全部で8種類？うん？何種類か。13種類ですね。13種類。ギリ映ったかな。俺はね、うん、シノンのやっぱケットシーバージョンがいいな。あー、いいね。やっぱり何言ってもこれだと思うんだ。何が出ましたか。ででん、アスナのなんだそれ、何バージョン。なんかパッと見さ、こういう感じって、うん、あのビックリマンシールっぽいよね。あーですね、ビックリマンシールに似てますね。ねえ、何が出たんですか。何も書いてねえじゃねえかい。あ、なんか落胆した声が聞こえた。何ですか。裏になってる、こうか。リズベットですね。なんかそのなんだろう、残念そうな声。いや、そんなことないよ。誰、リーファ。リーファかな。はい、なんか第1話のワンピースみたいな感じでね、なってるけど、ああまあ、うん、納得。なんか不完全燃焼。もう一箇所ほどちょっと覗いてみますか。もう一箇所ほう、どこですか。え、ゲオ。ゲオ覗くだけ覗いてみたいなと。うん、じゃあちょっと場所移動です。はい、はい。エルカチャンネル。久々来た。さあ、ゲオに着きましたよ。着いたね。とりあえず中を覗いてみましょう。はい。はい。エルカチャンネル。何も期待しないで行ったぐるぐる走行。よかったっすね。よかったね。大当たりです。そうです。さあ、キリトよ、見せてみなさい。まさかのまさかの、なんと今回くじであってやる
アスナのタオル、これがなんと置いてありました。置いてありましたね。フィギュアもありましたね。 A 賞 B 賞も両方ありましたね。今日なんだかんだでちょっとお金使いましたけど、うん、まあそれでも満足の得られるもので、俺は満足かな。よかったです。俺も動画のネタになりました。いやこれダメだと思ってたんでまあ、ね、1ヶ月前だったからね。そねえ、ないと思うじゃんね。ないと思うけどね。いやよかったっす。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。